技能五輪全国大会は、青年技能者の技能レベルの日本一を競う競技大会である。青年技能者技能競技大会とも呼ばれる。技能五輪全国大会の目的は、青年に対して技能者としての努力目標を与えること、及び大会の開催地域の若者に対して優れた技能に触れる機会を提供することにより、技能の重要性、必要性をアピールし、 技能のの機運の醸成を図るるることとである原則として毎年11月に開催される国際技能競技大会は2年ごとに開催されるが国際大会開催の前年の全国大会は国際大会への派遣選手選考会を兼ねている1963年5月に東京都で初めて開催され第28回大会までは東京都または 千葉県内を主会場として中央職業能力開発協会の主催により実施されていた。1991年の第29回大会以降は日本全国の会場で開催されるようになり、原則的には中央職業能力開発協会と開催都道府県との共催による実施となっている。昨日五輪全国大会に出場する選手は、 万年齢23歳以下の日本国籍を有するもので、過去の技能五輪国際大会で同一職種の競技に参加したことがなく、かつ次のいずれかに該当することにより、都道府県職業能力開発協会から中央職業能力開発協会に推薦されたものである。46職種、時計修理は1987年の実施を最後に、 大会から除外されていたが、2014年の愛知大会から公式に競技種目に再選定された。平成19年度において、ものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策、一般社団法人日本土計協会。ありがとうございます。